キャラ PR ステージその2、始めてまいりましょう。君津市から来てくれましたキミピョンです。それでは園田さん、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、君津市から来ましたキミピョンです。どうもよろしくお願いします。去年に引き続きですね、この成田モーでキミピョン参加させていただいてるんですけども、今日はその観光 PR のお時間いただけるということで、そのお話をしようかと思ってたんですけども、ちょっとまあ話してるだけだとつまらないんで、今日はキミピョンにちょっと踊りを踊ってもらおうかなと思ってます。その裏でちょっと私話させていただきます。で、今日はですね、キミピョンの他にもちょっと今日急遽ですね、一緒に踊ってくれるキャラっていうのが出てきたんですけども、一人はですね、愛知県のですね、桶狭間から来ました桶ワンコです。ちょっとどうぞ前の方に来てください。続いてですね、千葉県の千葉くんの方も一緒にキンピョンと踊ってくれるということで、ぜひ3人の、踊りを見ていただければなと思います。じゃあせっかくなので曲お願いし、じゃあすぐ踊り始めますけれども、いいですかね。じゃあ曲お願いします。ベロあるポイントが隣で一生懸命踊っているピンク色の生き物がですね、君津市のマスコットキャラクターのキミピョンになっています。君津市の花、ミツバツツジをモチーフにしたキャラで、君津市名産のイチゴ、桜餅が大好きなんですよ。またダンスも結構得意で、今踊っているキテミテキミピョンや、今年の8月に発表したばかりのキミピョン音頭、他にもいろいろな踊りを踊ることができます。あとみんなと遊ぶことも大好きなので、ステージが終わった後歩いているのを見かけたら、ぜひ声を上げてかけてあげてくださいね。喜びます。続いて君津市の場所なんですが、皆さんはご存知ですか？千葉県の真ん中のちょっと下あたりに位置していて、県内で2番目に大きい市なんですよ。東京湾アクアラインの近くなので、都心まで簡単にアクセスできると、とても住みやすい街になっています。また季節によっては様々な観光を楽しむことができ、秋には日本一遅い紅葉を楽しむことができます。まずはですね、こちらの亀山オータムフェスティバル、こちらがですね、来週の11月14日の土曜日から12月の6日日曜日までやっています。目玉なんといっても亀山湖で行われる紅葉のもみじ狩りクルーズになっています。陸地からでは見られない絶景やボートを上から楽しむことができます。コースも井の川渓谷コースと笹川渓谷コースの2種類があり、飽きさせることはありません。こちらが笹川湖畔もみじ祭りです。亀山オータムフェスティバルから1週間遅れて、再来週の11月21日土曜日から12月6日の日曜日まで、道の駅クレーパーク君津および笹川湖畔公園とその周辺で行われるイベントです。ちなみに11月21日と22日はキミピョンも行く予定になっていますので、ぜひ遊びに来てください。亀山湖と笹川湖は結構近く、またイベントも重なってる期間があるので、元気な人は両方回って紅葉の違いを楽しんでみてはいかがでしょうか。今日紹介した2つのイベントについては、藤倉家駐車場のキミピョンのエリアブースに、ちょっと今置いてないんですけども、これからチラシの方を置かせていただきますので、興味を持った方は足を運んでみてください。またブースエリアにはですね、キミピョンのぬいぐるみやキーホルダーなどグッズもあるので、ぜひお立ち寄りください。踊れないからキミピョン頑張って。
皆さんどうもありがとうございました。以上、君津市と君ぴょんの PR 時間でした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。君津市の君ぴょんでした。そして一緒に踊ってくれたのはおけわんことちーばくんでした。二人にも大きな拍手をお願いします。はい、君津市ね、とてもね素敵なところです。皆さんぜひぜひ紅葉の時期、素敵な景色見られると思いますので行ってみてください。ありがとうございました。はい、じゃあ気をつけて降りてください。では次のキャラクターのみんなを紹介したいと思います。次にご登場いただきます。